こんにちは。今回はこちらです。ドブロクシリーズの笹錦木本03です。醸造元は秋田県は男鹿市稲戸あがべさんです。このままスペックも紹介します。原材料は米と米麹のみ、白米は笹錦、精米場合は 90%、 アルコール度数は14度というふうになっています。おしゃれなラベルですね。今回はドブロクなのでちょっとフリフリしないといけないですね。あの濁りと同じ容量ですね。こんな感じで綺麗に混ざり合いました。それではいつも通り回線していきます。音を拾えますかね。シュワワワワっていう音がしてますけどね。あ、ビジュアルで見ていただいた方がいいですね。こうシュワ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 してます。いいですね。グラスに注いだ状態になりました。今回は稲とアガベですね。あの嬉しいですね。あの去年か一昨年だったかと思うんですけど、あのブランドのリリースがあって、で結構こう注目のっていうか評判のっていうような、まあ、そんな時期があったと思うんですけれども、はい、まんまとその時期を逃しまして、今は割とこう定着期っていう感じなんですかね。高い評価はそのまま、相変わらず酒屋さんにこう並ぶと割と早くなくなっちゃうかな、まあ、そんな印象ですよね。あのネットでかじった程度の話で恐縮なんですけど、あの代表の方はとにかく、まあ、新しいお酒をっていうことで、今回のドブロクっていうのとちょっと関連するんで、あの釈迦に説法みたいになっちゃうかもしれないんですが、あの清酒でなくてあえてドブロクを作っているっていうところが、あの清酒を作ろうとすると新しくこう免許がなかなか認可されないっていうような、まあ、そういう都合もあるようなんですね。まあ、シンプルに市場に対して供給の方が大きいよってなってると、まあ、新規参入ができにくいと、まあ、許可がおりませんと。それともう一点が、まあ、製造量ですね。清酒の場合は60キロリットルですか。あ、一定の、いや一定のじゃないですよね。まあまあ大規模じゃないと難しいかなっていうところですよね。で、ドブロクであればその他の醸造酒っていう区分だったと思うんですけど、こうちょっと新規参入のハードルが下がると。稲とあがべさんも、まあ、そういったルール上のいろんな問題があって今の形になってる、まあ、そんな風に解釈しております。まあでもね、米と米麹を使って、まあ、ほとんど日本酒と変わんないですもんね。あ、実はあのドブロクいただくの初めてなんですけど、要するにあの醸造の工程ですよね。あのコスっていう工程が、まあ、ドブロクの場合はありませんと。なので結構濁りに近いのかなって思ってるんですけど、うん、まあまあいいですよね。とりあえずいただいていきたいと思いますよ。まずは香りから。あ、めちゃくちゃいい香りですね。あの濁りがどうしても念頭にあったので、あの乳酸飲料を放出するようなあの共通した香りですよね。まあ、それを先入観として持ってたんですけど、ちょっとねフローラルな感じもあるんですよ。うん、いい匂いですね。実際に口に含みます。うまいですね。あの、びっくりするレベルで、すいません、ちょっと噛みました、ね、あの、びっくりするレベルで美味しいですね。めちゃくちゃ爽やかです。あの、ご覧の通りドロドロじゃないですか。まあ、グラスでも当然同じなんですけど、こんななのに、すごくスッキリしてるんですね。で、もっと驚いたのが、これだけ、甘みが結構強めに出てるんですけど、え、なんでなんですかね、くどくないんですね。なんでなんですかねって自分で言ったそばから答えが出たんですけど、やっぱり酸味ですね。それから冒頭でお見せしたあのこのシュワシュワっていう、まあ、極めて高いガス感、あの爽快感の申し子みたいな2つの要素でくどくなってしまうっていうのをうまくこう回避してるんですね。それとあのビジュアルに反してそもそもそんなに味わいが濃厚っていう感じではないんですよ。うん、そうなんですよね。
淡いとまでいかないですけどね、重たさにつながるような濃さですね。全くそんな感じはないですね。適度な濃厚さ。で、もう一点意外だったのが、アルコール度数14度なんですけど、それなりにドライ感があるんですよ。もともとこうすっきりした流れなんですけど、最後にこうキレですね。キレまで与えてくれるんで、いや本当いいですね。美味しいですね。何も言わないでグビグビ言っちゃったんですけど、いや本当に美味しいですね。一個だけ難があるとすれば、普通の4号瓶のお酒に比べると若干いいお値段がします。これで3300円とかそれくらいだったと思うんですけど、でもね、十分その価値があると思いますよ。いや、いいっすね。この後もうちょっといただきたいと思います。といったところです。今回もレビュー部分をご視聴いただき本当にありがとうございます。よろしければこの後ですね、Vlog チックの部分も合わせてご視聴ください。おはようございます。本日は2022年12月の19日だったと思います。月曜日です。いつもよりね、寒いですね。お仕事があって帰ってきました。今日はこの襟を温めるものを忘れちゃってですね、そして都内は過去最高の寒さだと思うんですけど、やらかしましたね。風邪ひかないようにお部屋に入ったら暖かくしたいと思いますよ。おはようございます。今日は一日が歯医者さんでスタートというふうになります。どうしてもね、時間ギリギリマンなんですよね。今日は予約が間に合わなそうで、タクシーも使ったんですけど40分ぐらい遅れましたね。家から10分ぐらい、歩いて10分ぐらいの距離なんですけど、40分の遅刻ですから、最初から間に合わせる気がなかったんじゃないか、そう思われちゃうんですけど、そんなことないんですよ。全力を出した結果だったんですね。お仕事だとそんなに遅れないんで、何なんですかね。こう旅行とか、こういういわゆるそのプライベートな用事だと、よくよく遅れるんですよね。何なんですかね。今日は結構やんなきゃいけないことが多くて、年のせいじゃないですか。でマイナンバーカードですか、あれの申請ももう今日しか多分できないなと思ったんで、今日やりに来ました。こういうのがあるんですよ。公会堂と書いてありますけどね、役所の機能もあるみたいなんで、ここでやってきます。窓口対応をしていただきました。なんか一瞬で終わったんですけど、多分さっきこうやって撮影をして多分5分ぐらいしか経ってないんですけど、結局窓口だと完結しないみたいですね。なんか申請書みたいなのだけもらって、後でウェブでやんなきゃいけないみたいです。しかもなんかマイナンバーマイナポイント、あれをもらうには結構スピーディーにやんなきゃいけないみたいですね。今日やんないとですね。それといつものことなんですけど、今週は休日出勤なんですね。なんでこれから一旦会社に行って私服のまんまですよ。もうね、しょうがないです。これでちゃちゃっとお仕事して、なるべく早く帰ってきたいと思います。休日出勤が終わりました。あ、疲れましたね。マイバスケット先生に間に合ったんで、なんか美味しいものでも買っていきましょう。ちょうど大掃除の一環で冷凍庫の中を整理してたんですよ。そしたら、この冷凍の切り身ですね、出てきて、賞味期限がもうわずかなんですね。2023年の1月3日となってますんで、あと10日ぐらいですかね。いや、もうちょっとありますね。2週間くらいか。いずれにしても、もうここで食べてしまおうということで、昨日から冷蔵庫で解凍しておきました。久しぶりに、なんか煮付けでもやりましょうかね。バッチリ解凍できてます。ケトルでお湯を沸かしておきました。霜降りっていうんですかね。こう、熱湯をかけて臭みを取る、そういった作業をしないといけないそうです。ちょっとやり方が合ってるかわかんないんですけど、いっぺんにお湯をかけてみましたよ。水気を切ってきます。